チョキ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 ーン。どうも、ドクター森野です。さて、今日はですね、クラウドタワー武蔵小金井、クロスの、価格と間取り、そして、モデルルーム訪問ということについてお伝えしたいと思います。よく私はですね、埼玉を愛しているというふうに言っていただくんですけど、何を隠そうですね、大学進学から東京に来てまして、東京に住んだことも当然あります。東京で初めて住んだのはですね、練馬区の石神井台ですね、正確に言うと、西武新宿線の武蔵関という駅の近くに、いわゆる県民寮みたいなところがありまして、そこでの、1年間の生活が私にとって初めてのですね、関東での生活の始まりだったんですけれども、やっぱりこう住んでみるとですね、寮生活が嫌で、今振り返ってもですね、よく払ったなと思うんですけど、自分でお金を貯めてですね、今でこそ敷金礼金ゼロゼロ物件とかですね、よく1ヶ月ずつという物件ありますけれども、当時ですからもう約20年前ですね、敷金礼金2ヶ月ずつっていうのはこう当たり前だったんですね。で、仕送り10万円なのにですね、家賃6万9千円の物件に住んで、初期費用が確かもう5、60万ぐらいかかりましたね。で、晴れて住んだのが、なんとですね、今日ご紹介する武蔵小金井ではなくて、一つ隣のですね、東小金井というところで、その後3年間ですね、一人暮らしを、したと。そんな経験がありましたので、本日ご紹介するこのクラウドタワー武蔵小金井クロスですね、ちょっと個人的に興奮しています。で、早速ですね、マンションについてレポートを進めていきたいと思うんですけれども、せっかくなのでちょっと変化球でですね、皆さんにぜひご紹介したいお店がありまして、最近はですね、つけ麺とか、そういったものが流行ってますけれども、私結構ラーメンが好きなんですね。で、東小金井に住んでいた時にですね、この見えますかね、宝の中華の華と書いて、宝華っていう店なんですけど、この店にかなり通いましたね。ここ何がこう美味しいかというとですね、ここにありますこう油そばですね。今食べ過ぎるとちょっととんでもないことになるんですけど、私にも若かりし日がありまして、この油そばって、汁がないラーメンですね。これがとっても美味しいお店なんですね。よろしければ、機会がありましたら皆さんにもぜひですね、食べていただきたいなと。吉祥寺にブブカという、それはそれで有名な店があるんですけど、個人的にはそこよりもこっちの方が美味しかったなという感想でございました。では、グルメレポートに続きまして、早速マンションの話に入っていきましょう。繰り返しになりますが、今回ご紹介するのはプラウドタワー武蔵小金井です。物件の概要に進んでいきますと、第1期販売住戸は100戸です。で、売り主はプラウドというだけあって、野村不動産、施工は清水建設です。価格は5307万円から1億9429万円。2億近いんですね。一番高いお部屋はですね。で、占有面積は 34.03 平米から 112.41 平米。で、倉庫数は716個。こちら、見てお分かりいただけますように、イースト棟とウエスト棟に分かれてまして、イースト棟が343個、ウエスト棟が373個で、合計716個となっています。で、それぞれの規模がですね、ウエスト棟が26階建て、イースト棟が24階建てになっています。中央線の構造をご存知の方であれば、この図を使って説明するとですね、ちょうど皆さんがこうこの画面向かってですね、この2つのツインタワーの奥にこう中央線が走っているというようなイメージですね。そういう立地の関係になります。
続いて交通面では、JR 中央線の武蔵小金井駅から徒歩3分になります。所在地としては東京都小金井市本町6丁目になります。竣工予定は2020年の5月末を予定しています。管理費月額 16,430円から 39,450円になっています。修繕積立金は月額 6,090円から 14,620円となっています。自治形成支援費として月額150円、トランクルームの使用代が月額5,000円、サイクルロッカーが月額2,000円となっており、駐車場は259台備わっております。タワーパーキングが252台、平置きが4台、小型の平置きが1台、新商社優先の平置きが2台、他住宅用カーシェアが2台になっていまして、使用料としては月額2万4000円から3万円になっています。駐輪場は全部で1137台になります。傾斜式が716台、2段式が65台、スライド式が109台、平置きが198台、小型の平置きが49台となり、月額200円から500円となります。バイク置き場は19台あり、月額4000円です。ミニバイク置き場は23台あり、月額3000円となっています。プラウドタワー武蔵小金井クロスは、町にタワーマンションができるというのではなくて、新しい町が作られ、その中にタワーマンションができると言っても過言ではないくらいの規模感あるプロジェクトとなります。私が記憶している限りですね、決してそんな広大な土地があるという印象がないところにですね、700戸以上の、戸数ができるというのは、かなりこのエリアにとっては大規模なタワーマンションっていうのが想像つきます。タワーマンションの足元となる商業施設は野村不動産が所有運営してまいります。野村不動産のタワーマンションと商業施設といえば、プラウドタワー相模大野が記憶に新しいところです。相模大野駅北口の西側エリア約 3.2 ヘクタールですねの広大な土地に、タワーマンションと野村不動産が運営する商業施設ボーノが建設され、街のにぎわいと回遊性が向上されただけではなく、防災面やバリアフリーの面でも 安心安全となり、周辺に住まう方にとっても恩恵のある再開発となりました。ボーノのコンセプトは1ヶ月に1回行く場所ではなく、毎日通いたくなる場所、そして日常的に集客の多いテナント構成となり、今現在もにぎわいを見せています。プラウドタワー武蔵小金井クロスの商業施設がどのようなものになるかは詳細が出ていませんが、期待して良いのではないでしょうか。ちなみにですね、武蔵小金井の南口にはですね、南に抜けるこう道路がありまして、そちらの両サイドには昔ながらの商店街が以前はございましたね。プラウドタワー相模大野に関しては、あの時買っておけばよかったなぁという声を相談者様からしばしば聞きます。プラウドタワー武蔵小金井クロスに関しても、このあと10年20年30年と時間が経っても色褪せることはなく、エリア内でランドマーク的存在のマンションとなることでしょう。プラウドタワー武蔵小金井クロスの商業施設はイオンモールやララポートまでの規模感はありませんが、アウトレットモールのように一部が開かれるため、どんなお店が入るかで街の印象も変わってまいります。住民の方は駅に向かう途中、帰宅途中に店舗前を通る動線になりますから、毎日が楽しくなるんじゃないでしょうかね。駅と商業施設の間に屋根はありませんが、広場を設けているため開放感があります。広場とショッピングモールの中に住まうという感じですね。価格と間取りの一部をそれでは共有してまいりましょう。ちなみに今期はウエスト棟の販売となります。まずはじめに西北の角ですね、
タイプとしては WW3D タイプ、 3LDK74.22 平米、14階が7754万円、坪単価は345万円、21階が7894万円、坪単価は351万円、23階が7932万円、坪単価は353万円です。続きまして西向き、WW3E タイプ。3LDK71.25 平米は、5階が6915万円、坪単価は320万円。8階7173万円、坪単価は332万円です。WW2E タイプ 2LDK57.68 平米、こちら5階は5899万円、坪単価は338万円、8階6146万円、坪単価は352万円です。続きまして WW3F タイプ 3LDK71.89 平米、17階が7577万円、坪単価は348万円、19階が7616万円、坪単価は350万円。22階、7675万円、坪単価は352万円。24階、7774万円、坪単価は357万円です。続きまして、WW1A タイプ、1LDK46.82 平米、5階が5307万円、坪単価は374万円。8階、5396万円、坪単価は381万円です。続きまして、WW2B タイプ、2LDK60.14 平米は、5階、6037万円、坪単価は331万円。8階、6274万円、坪単価は344万円です。続いて WW2F タイプ 2LDK57.06 平米、13階が6195万円、坪単価は358万円、20階が6382万円、坪単価は369万円、24階6501万円、坪単価は376万円。続いて WW4LDK85.82 平米、25階が1億1731万円、坪単価は451万円です。続きまして、南、西の角ですね。WS3F タイプ、3LDK76.60 平米、18階が1億172万円、坪単価は439万円。23階、1億754万円、坪単価は464万円。続いて WS4H タイプ 4LDK105.48 平米、25階が1億8541万円、坪単価は581万円。続いて WS4B タイプ 4LDK105.48 平米、26階が1億9429万円、坪単価は608万円。続きまして南向き、WS3G タイプ 3LDK72.89 平米、11階が8445万円、坪単価は383万円、16階8593万円、坪単価は389万円、19階8711万円、坪単価は395万円、23階8830万円、坪単価は400万円となります。続いて WS4C タイプ 4LDK100.44 平米、25階が1億3606万円、坪単価は447万円。続いて WS4C タイプ 4LDK100.44 平米、26階が1億4198万円、8万円、坪単価は467万円。続いて南、東の角、WS4C4A タイプ 4LDK85.73 平米は、13階が1億1139万円、坪単価は429万円、19階が1億1731万円、坪単価は452万円、23階1億2383万円、坪単価は477万円です。
続いて WS4D タイプ 4LDK112.41 平米、25階が1億9429万円、坪単価は571万円です。続いて東向き WE3E タイプ 3LDK73.39 平米、8階6886万円、坪単価は310万円、10階7004万円、坪単価は315万円。続きまして WE3H タイプ 3LDK72.52 平米、12階が7004万円、坪単価は319万円、19階が7162万円、坪単価は328万円、24階7320万円、坪単価は333万円となります。続いて WE3F タイプ 3LDK70.33 平米、12階7142万円、坪単価は335万円、14階7202万円、坪単価は338万円、22階7379万円、坪単価は346万円です。続いて WE2A タイプ 2LDK67.68 平米、6階が6590万円、坪単価は321万円です。 WE3D タイプ 3LDK67.82 平米、9階が6797万円、坪単価は331万円です。 WE2B タイプ 2LDK67.93 平米、6階が6590万円、坪単価は320万円です。WE2C タイプ 2LDK64.06 平米、8階が5919万円、坪単価は305万円、10階が6077万円、坪単価は313万円です。WE2D タイプ 2LDK61.34 平米、16階が5909万円、坪単価は318万円、8階は5948万円、坪単価は320万円になっています。続いて22階6027万円、坪単価は324万円、24階6106万円、坪単価は329万円です。続いて WE4A タイプ 4LDK88.62 平米、25階が1億1534万円、坪単価は430万円です。東北の角 WE3B タイプ 3LDK73.92 平米、5階が6797万円、坪単価は304万円、8階が7014万円、坪単価は314万円になっています。維持費の一例を見ていきますと、 WW3F タイプが 71.89 平米の広さで、管理費は月額 25,230 円、修繕積立金は月額 9,350 円となっています。やはり注目すべきはですね、角住戸ですね。一概には言えないのですが、野村不動産っていうのはタワマンの角住戸の作りが今一つうまくないんですよね。どうして野村さん強気な発言ですね。野村さんに喧嘩売ってますね。いや、売ってないですよ。プラウド、東雲、キャナル構造が好きなんですけどね。好きですよ、もちろん。まあ、縁があってね、ご売却も、仲介もさせていただきましたし。まあ、基本的に、こう、豪華な感じが、こう、大人な感じがしてですね、私、好きな、マンションなんですけれども、まあ、最近の事例で見ていきますと、近郊郊外で販売中のプラウドタワー川口、みたく、下がり天井ぐわーっという感じなんですね。まあ、そうしたパターンが多いんですけれど。下がり天井、下がり天井、ぐわーっていうパターンが多いんですけれども、今回はしっかりと作り込んできています。下から上までのダイレクトウィンドウ、まあ、これは、まあ、住友不動産のまあ、お家芸ですけれども、そこまでは行きませんが、座った時にですね、外が見える視線から窓面が始まりまして、天井部分まで窓面が届いております。天井高はお部屋により異なりますが、2500mm ほどが一番多く、上階になると3000mm というお部屋も出てまいります。
まあ、手元にですね、室内写真、CG の、写真があるんですけれども、まあ、見方によってはパッと見ですね、スミフじゃないかって思うぐらいのですね、窓面で、非常にこう見ていて開放感と、まあ、高級感さえ感じるというような室内になっています。都心のタワマンみたいですよね。そうですね。なんか、そういう、すごいですよね。はい。また何て言うんでしょうかね。別にディスるつもりはないんですけど、そんなに武蔵小金井の駅前は高層な建物がないので、そうですね。まあ、この一本プラザタワーがあるだけですからね。そうですね。ですので、こう、景色としてもですね、なんかこう、全体を俯瞰するような、まあ、そういった眺望が期待できるのではないでしょうか。南側がもう抜けまくりますからね。そうですね。もう半永久眺望。半永久眺望。永久と言っても過言だ。はい。はい、中重工でもですね、スパン8メートルを確保する間取りがあるなど、全体的にワイドスパン設計となっています。2つのタワーはできる限りお見合いにならないような位置となっていますから、駅前でありながらも囲まれ感は少ないでしょう。武蔵小金井駅前は高台となっているため、駅前のタワーマンションでありながら眺望の抜け感に期待ができる、そういったお部屋が多くなっています。 あとですね、念のため確認しておきますけど、武蔵小金井ですかね。武蔵小杉じゃないですか、ね。武蔵浦和でもないですよ。武蔵浦和でもないですか、ね。まあ、これ個人的な、はい、もうこれは好き好みですけど、はい、武蔵ってつく駅結構あるじゃないですか。ありますね。たくさんあります。その中で何が一番好きかって言われたら、個人的にはもちろん、武蔵浦和です。それはしょうがないですよ。好きなものは好きですちなみにドクター森野さん、武蔵がつく駅だとどこが好きですか。正直に答えてください。武蔵小金井が好きです。本当に、あ、本当なんですか。私まんざら中央線嫌いじゃないです、まあ、中央線好きです。そうですね、結構好きですもんね。はい、はい、割とあそこら辺の土地は好きです。本当ですか。本当です。まあまあいいですよ。まあ自分は武蔵浦を行きます。武蔵浦が、あ、ちょっと今武蔵浦がですね、私の中でちょっとこうつけ麺あるじゃないですか。あ、つけ麺、つき屋あるんですけど、つき屋のラーメンブキウキータンコツお魚ウキウキー。武蔵浦は好きなんですけどね、ちょっと今通勤上ちょっと疲労が溜まった時によるのが武蔵浦和みたいになって、武蔵浦和で終電逃しちゃう。終電逃したことも何回かありますし、突っ切って東所沢まで行ったこともありますし、はい、運よく逆の路線が走ってたどり着いたところもありますけど、でもですね、別に今回プラウドだからというわけじゃないんですけど、武蔵浦和でこうぼーっとですね、下り電車を待ってる時に目にするのはやっぱプラウドなんですよね。そうですよ、プラウド村ですから。プラウド村ですから。ケーズ電機跡地期待期待、多分プラウドタワーになると思います。なると思います。あ、買いましょう。結構あそこ結構寝てましたよね、ケーズ電機。いや、めっちゃ寝すぎっすよ。はい。前サッピーかなんかありました、ね、あ、そうなんですね。はい、あ、寝すぎっすよ。寝すぎですね。今駐車場かなんかだったの、ね、なってますね。はい。まあ、どうせ Y 電機に変われるのかなと思ってたんですけど、ところがどっこい。いや、わかんないです。またプラドタワー確かみたいに、下山田電機かもしれない。やっぱり。わかんないです。やっぱり山田電機かもしれない。はい。あながち当たるかも。当たるかもしれない。話をじゃあ、武蔵小金井に戻しましょう。ですね、武蔵野大地に直接基礎でありながらもですね、プラスアルファの安心として、精神構造を採用しています。プラウドタワー武蔵小金井は、外廊下でしたが、プラウドタワー武蔵 小金井クロスは内廊下としています。玄関部分も引っ込めていますからゆとりがあります。ただバルコニー凛子境が背の低い隔て板だったのは、残念でした。このバルコニー隣、凛子境ですね、これを見るとどうしてもこう私はツイッターの某有名なブロガーさんをこう思い出してしまうんですけれども、まあ、ちなみにこちらは低い隔て板ということなんですね。
コストがかかるため最近では採用する物件が減っているスケルトンインフィルとしています。パイプスペースを共用廊下側に集約しているため室内の水回りにパイプスペースがありません。スケルトンインフィルでないマンションの間取りとプラウドタワー武蔵小金井クロスの間取りを比べてみると分かりやすいでしょう。もちろん将来リフォームをする際にもスケルトンインフィルの自由度を生かすことができます。スケルトンインフィルがゆえにリビング窓面付近にパイプスペースが多くなってはいますが、この時代にスケルトンインフィルとしたことは大きく評価すべき点でしょう。住戸内の設備仕様としてはディスポーザー、食洗機、キッチン、洗面天板、御影石、トイレの手洗いカウンター、ミストサウナなどを採用しております。各階には24時間使用可能なゴミステーションと初回ステーションが設けられています。住まう階でゴミ出しができて届いた食品などを受け取れるというのは大変便利ですね。それでは周辺相場を確認しましょう。プラウド武蔵小金井マークス、2008年築、武蔵小金井駅から徒歩2分、新築時の坪単価は245万円、現在の坪単価は280万円。プラウドタワー武蔵小金井、2009年築、武蔵小金井駅から徒歩1分、新築時の坪単価は340万円、現在の坪単価は295万円。シティハウス武蔵小金井、2019年7月竣工予定、武蔵小金井駅から徒歩3分、新築時の坪単価は350万円で新築販売中でございます。中央線沿線の駅前タワーマンションの相場を確認しましょう。中野ツインマークタワー、2012年築、中野駅から徒歩2分、新築時の坪単価は約365万円、現在の坪単価は435万円です。武蔵野タワーズスカイクロスタワー、2010年築、三鷹駅から徒歩3分、新築時の坪単価は約385万円、現在の坪単価は370万円。武蔵野タワーズスカイゲートタワー、2010年築、三鷹駅から徒歩2分、新築時の坪単価は約405万円、現在の坪単価は370万円。三鷹も個人的にはまあ好きですね。まあ、快速ももちろん止まりますし、なんて言ったって中央都会が止まるというのが、まあポイントが高いのかなと個人的には思っています。戻りまして、グレーシアタワー三鷹、2019年の2月竣工予定、三鷹駅から徒歩1分、新築時の坪単価は約440万円で、新築販売中です。シティタワー国分寺ザツインウェスト、2018年築、国分寺駅から徒歩1分、新築時の坪単価は430万円、新築絶賛販売中です。シティタワー国分寺ザツインイースト、2018年築、国分寺駅徒歩1分、新築時の坪単価は約390万円、こちらも絶賛新築販売中です。プラウドタワー立川、2016年築、立川駅から徒歩1分、新築時の坪単価は約345万円、現在の坪単価は約400万円。立川も思い出の場所の一つですね。一個一個にこういうコメントつけてるとちょっとキリがないのは確かなんですけど、やっぱり個人的にですね、ここら辺のエリアは学生の時によくうろうろしてましたので、なんか読むたびにいろいろこうどうしても蘇ってきてしまいますね。続きまして、サザンスカイタワーレジデンス、2010年築、八王子駅から徒歩1分、新築時の坪単価は約230万円、現在の坪単価は約280万円。ちなみに八王子には北島三郎の家がありますよね。続いてシティタワー八王子フレシア、2018年築、八王子駅から徒歩2分、新築時の坪単価は約290万円。こちらも絶賛新築販売中でございます。上記の相場よりプラウドタワー武蔵小金井クロスの将来価値、こちらを予測しますと、 WW3F タイプ、 3LDK 71.89 平米、17階7577万円が新築時の価格となりますが、10年後には6980万円と予測しています。
あくまで今の相場での予想のため参考までにお願いいたします。キッズルームやライブラリー、カフェラウンジにゲストルーム、パーティールーム、フィットネススタジオにスカイビューラウンジなど大規模タワーマンションではおなじみの共用施設に加えて自転車のメンテナンスができるサイクルガレージもあります。多摩湖サイクリングロードが近くにあったりと自転車好きも多いと想定したのか粋な共用施設ですね。4階のペアレンツ&キッズルームとライブラリー&カフェラウンジとつながる形で屋上広場も設けられます。共用施設は相互利用できるとのことです。24時間有人管理として日勤でコンシェルジュサービスもあります。私花粉症でして若干鼻が詰まりかかっています。ちょっとお聞き苦しいところがあったかもしれませんがお許しください。それでは恒例のスムレーションに入ってまいりましょう。スムレーションなのらあのドラえもんはですね、いい大人が数千円かけて撮った必死のものでございます。私も見た瞬間にですね、羨ましくて欲しいなと思ったんですけれども、こちらはですね、非常に可愛らしいですよね。やはり撮られた時はですね、小さなお子さんたちからこう羨望の眼差しでマンションマニアさんはこう見られたそうですね。17手かかりました最後落とした時取って、いやったって喜んでぜひそのシーンを動画で見たいものですねそれでは、行きましょう。中央快速線武蔵小金井駅を8時に出発しますと、三鷹駅には8時9分到着、吉祥寺駅には8時12分到着、荻窪駅には8時16分到着、中野駅には8時24分到着、新宿駅には8時30分到着、お茶の水駅には8時40分到着、東京駅には8時44分の到着となります。そうですね、中央線本数も多くて割とこう便利ですよね。まあ、ただですね、止まってしまうと、まあ、ちなみになんですけれども、今でこそ高架化されてますけれども、私が住んでた頃はですね、普通に地上を走ってました。中央線ですね。ですのでですね、踏切を渡るたびにいろんなこう障害がありまして、しばしば人身事故とかですね、で止まっていたものですけれども、今だいぶ高架化されてですね、遅延の割合というのは少なくなってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。あずさという特急列車も走ってますので、まあ、結構ですね、利便性の高い沿線の一つではないでしょうか。個人的には結構好きな沿線の一つでございます。武蔵小金井はですね、都心までそれなりに距離があるものの、新宿、東京と山手線の西側および東側へ乗り換えなしでですね、アクセスできる、そういった沿線沿いとなりますから利便性は高くなります。2023年度末にですね、グリーン車が導入される計画がありますから、中央線の人気がより高まるのではないでしょうか。武蔵小金井周辺を含めて沿線には学校も多いですから、受験の際には選択肢が広がり、子育てファミリーにも魅力的な立地条件ではないでしょうか。ちなみに武蔵小金井の近隣にある大学は東京学芸大学というですね、国立大学がありますね。教育学部の大学ですから、どちらかというとですね、落ち着いた、いい人が多い大学だったなという若干偏見もありますけれども、そうしたエリアですね。国分寺に行きますと早稲田とかもありますので、あそこら辺結構ですね、教育にこう力を入れてるエリアではありますね。それでは、最後総評です。間取りプランが、豊富で、3階部分にはタワマンとしては珍しいテラス付き中古があるなど、お部屋を選ぶ楽しみはあるのですが、2020年5月に完成するだけありまして、メニュープランやカラーセレクトができません。
カラー自体はいくつかあるのですが、回数ごとに決まっているため、欲しい塾を見つけても好みの色でなければ諦めなきゃいけないなんてことも出てきてしまいます。また85平米ならですね、ゆとりある 3LDK がいいと、オープンキッチンがいいというふうに感じてもですね、強制的に 4LDK になってしまうなど、自分色にカスタマイズすることができません。もちろんですね、リフォームすることは可能なんですが、それなりの金額にはなりますし、新築物件にリフォームするというのは少々勇気がいるものです。もちろんメリットもあり、タワマンでありながらも初期購入者であれば、初期購入者でさえですね、1年ちょっとしか待たないというのは魅力的です。タワマンとなれば購入から 2,3 年待つというのは結構当たり前のことですからね。タワマンとしては販売開始が遅すぎますし、第1期の供給が100戸であることから分かるように、竣工後の販売を主とした事業計画なのでしょう。ライバル物件がほぼないですし、駅前ランドマークタワマンとしては無茶苦茶な価格設定ではありませんから、ゆっくりとはいえ売れていくでしょう。まあ、この無茶苦茶な価格設定というところでは、まあ、比較的、まあ、近い場所でいうとシティタワー所沢といったところがございますよね。ましてやですね、商業施設がオープンしてしまえば自分たちで街色をコントロールできるわけですから、なおさらですね、言えるのではないでしょうか。売り逃げ、まあ、ちょっと言葉は悪いんですけれども、まあ、竣工しちゃうとボロが出るから、何が何でも竣工前完売だとする必要がなく、むしろ自信があるからこその販売戦略と言えます。プラウドタワー武蔵小金井クロスやプラウド南阿佐ヶ谷のように、住む人のことを考えた愛のあるプラウドもあれば、プラウド住吉のように売れればいいやと若干投げやりなプラウドもあったりと、同じ売り主のマンションとは思えない、まあ、そういった局面も若干感じます。まあ、もちろん商売ですから、そのエリアで検討する方の目線に合わせているといえば、まあ、それまでではあるんですけれども、点々点と。先に述べた角住戸への作り込み、ちゃんとした内廊下や26階建ての373戸に対してエレベーター4基とですね、ゆとりがあるにもかかわらず、さらにはゴミ捨て回収、兼非常用のエレベーターを別途設けるなど、全体的に見ても贅沢な仕様になっています。共用施設が満載であることも魅力なのですが、個人的に感動したのは地下駐車場です。タワーパーキングは主ではあるのですが、地下部分にあり、15階へのエレベーターとつながっているんですね。待合室も設けられていますし、都心の高級タワーマンに負けない、そういったものとなっています。お一つ所有しておいて後悔するような物件ではないですから、実際に見ていただいて気に入ったら迷わず購入がおすすめです。それでは本日の武蔵小金井、本日のプラウド武蔵小金井タワー、あ、どうしました、最後いつも物件がするのでプラウド武蔵、プラウドタワー武蔵小金井クロス、クロス、こちらのマンション、とてもハートフルなマンションです。このマンションですね、マンション自体もいいですし、まあ、地上もですね、これから充実してくるという意味での楽しさもある、まあ、そういったマンションではないでしょうか。素晴らしい締めですね。いや、本当にこれ楽しいマンションだと思います。だって足元に商業施設がありますし、共有施設もいっぱいあって、はい、まあ、本当に一つ所有しておいて後悔するようなマンションではないですね。そうですね、絶対面白いですよ。今後の変化を楽しむという楽しみも買った後ついてきますもんね。はい、これは非常に住んで面白いマンションだと思います。それでは、今日もご清聴ありがとうございました。メロンパン、メロンパン、ウルトラマン、まったね。クロス、クロス、クロス。